もふもふとした愛らしい姿とは今日でお別れです。今日見附市の小学校で開かれたのはアルパカの卒業式。世話をしてきた子どもたちは別れを惜しんでいました。子どもたちで作る華やかなアーチ、入場してきたのは2頭のアルパカです。今日見附市の葛巻小学校で開かれたアルパカの卒業式です。今まで一緒に遊んでくれてありがとう。今年9月、子どもたちに命の大切さを学んでもらおうと長岡市の山越し地域から小学校にやってきたアルパカのヨーコとリリー、1年生79人が餌やりや散歩など世話を続けてきました。子どもたちは歌と踊りを披露するなどしてヨーコとリリーを送り出しました。ちょっと悲しい。お散歩したりするときが楽しかった。今までありがとう。山越しのアルパカ牧場へと帰ったヨーコとリリー、子どもたちのかけがえのない友達になりました。